黒龍がいきなり痙攣しだして横になり始めたから急いで塩を入れた。怖っ、急に痙攣して やばいな。塩も水槽の量と計算して、全部はまだ入れてないけど 720g の多分500か600ぐらい入れたけど、ゆっくり溶けるように。怖っ、これで復活してくれればいいけど、あの痙攣は何なんだろう。